ソニーショップセイバー店長の片山です。本日は福岡天神のソニーストアの方に遊びに来ております。先ほどの WF1000X の方は完全独立ワイヤレスイヤホンになっていくわけなんですけど、やっぱりねハイレゾではないっていうところを気にされるお客様がやっぱりいらっしゃるんじゃないかと思います。そんな時にこの WI1000X シリーズの方は首掛け式 の、 ワイヤレスヘッドホンになります。でなおかつここからはハイレゾになりますんでね、音をやっぱり気にされるお客様っていうのはこちらの方にされてもいいのかなと思います。当然ハイレゾハイレゾって言ってもね、ワイヤレスでつなぐとハイレゾ並みになっていくんですけど、LDAC AptX HD にしてもそうなるんですけど、でもやっぱりワイヤレスのやっぱ強みってあるじゃないですか。毎日の通勤の時とかっていうのはやっぱ線がどうしても邪魔なんでね、ぜひねワイヤレスの良さっていうのを分かってほしいと思います。で実際今回ねこちらの WI の 1000X ちょっとつけてみます。このヘッドホンの方はコードの方を分かりますかね、しまうつけるっていうのが自分の耳の位置に合わせて線出したり入れたりしてもらったらいいのかなと思います。あ、グッとこうなるんか、あ、グッとこうなるんか、しまうときには、あ、これいいですね。あ、これ線が変に切れだったりしないから、あ、いいですね。あ、こんな感じ、前のもそうだったんだな。はい、これ装着してる感じになります。電源ボタン、プラスマイナス、音量のプラスマイナス、再生停止ボタン、あと通話の入り機ボタンになります。この後ろ側に USB の充電端子があります。逆はこちらの方に、ノイズキャンセリングのモードの切り替えスイッチがございます。でこの裏に NFC、 じゃあ装着します。これは楽ですよね。私のスマートフォンにつなげてみます。はい、つながりました。ボリュームの切り替えいきます。はい、ノイズキャンセリングのモードを切り替えしてみます。あ、今音止めますね、一回。はい、めっちゃ効いてる。今日の底音取り込みのマイクから音が入ってノイズを打ち消すのがよく効いてます。あ、いいです。ちょっとこちらも値段が張るんですけど、やっぱりハイレゾの音を十分外でも楽しみたいっていう方はね、こちらの、WI の 1000X おすすめです。今回品番がすごい変わっていきます。WH の 1000X Mark II、まあ、M2 です。今まで前の MDR という品番がちょっと変わったんでね、大きくデザインとかは変わってないんですけど、
このハウジングの部分の素材感とかはだいぶ前と違ってきます。あと前回の 1000X に比べてやっぱり充電時間っていうのがねだいぶ長くなって30時間と聞いております。こういったところは使い勝手の向上っていうのが相当見られると思います。去年やっぱり 1000X 私一番ソニーの商品でね買ってよかったというんですかね、やっぱり使って非常に効果があった商品なんで、この M2 2代目の商品もね非常におすすめです。ぜひね、新しいウォークマンと一緒に買っていただきたいヘッドホンになります。当店岡山にありますソニーショップ星は岡山駅西口にあります。ソニー商品のことでしたらね当店何でも聞いてやってください。一生懸命店長が説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ご購入もぜひ当店でお待ちしております。今日は以上です。バイバーイ。